皆さん、こんにちは。2020年6月11日発売の週刊文春6月18日号で、多目的トイレでお笑いコンビアンジャッシュ渡部健さんの不倫報道が報じられました。その後、2022年2月に復帰後、今年の6月に初の地上波生出演を果たし、芸能界活動の本格的な再開に向けて動いていました。しかし、またもや文春が渡部さんを襲いました。佐々木希さんと渡部健さん夫妻がジュエリーの支払いを滞納したまま姿を消したという衝撃的な事実が明らかになりました。一体何があったのでしょうか。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。アンジャッシュの渡部さんは2020年6月週刊文春によって複数の女性と不倫をしていたことが報じられました。しかもその報道によって、多目的トイレに女性を呼びつけて性行為に及んだことが世間に知れ渡り、これまでの爽やかイメージが崩壊する大醜聞となりました。また女優佐々木希さんという誰もが憧れる女性を妻に持ちながら、この大胆な不倫行為を行ったことで、渡部さんには多くの批判が殺到。渡部さんはこの報道を受け、当面の間の活動自粛を発表することに。事務所を通じ、私の不徳の致すところであり、家族を深く傷つけ、また普段お世話になっている仕事関係の皆様、応援をしてくださる皆様に対し多大なご迷惑をおかけしたと大変猛省しております。妻にも説明し謝罪しましたとコメントを発表し、この不倫騒動から4年ほど経った今、ようやく地上波でも渡部さんを再び見る機会も出てきていた今日この頃、渡部夫妻に新たな文春報が飛び出したのです。なんと渡部さんが芸能界復帰に奮闘する裏側で、深刻な金銭トラブルが勃発していたのです。この被害を訴えたのは、長野県でオーダーメイドジュエリー店を営むジュエリー職人 A 氏。彼らの出会いは、テイクアウト不倫発覚後、 A 氏は顧客様の紹介で渡部さん夫婦と知り合いましたと話しており、当時渡部さんは活動自粛中で、二人が長野県に遊びに来たのです。夫妻は私の作品について事前に聞いていたようで、お会いした際に指輪のオーダーを受けました。佐々木さんは、今年はいろいろあったからと言って、渡部さんの顔をちらり。彼は、知っていると思うけど今俺仕事ないし金ないよと、結局佐々木さんが、私が支払いますと言ってくれましたと出会った当時について語っていました。オーダーされたジュエリーのモチーフは、佐々木さんが好むひまわり、精緻を極めた指輪が完成し、彼女の手に渡ったのは翌年12月2日のことでした。佐々木さんは自身のインスタグラムに指輪の写真をアップし、ずっと大切にしますと記していました。後に彼女は日本ジュエリーベストドレッサー賞を受賞した際、この指輪について、人生で初めて自分へのご褒美でオーダーしたと言及していますが、 A 氏によると、通常は依頼を受けたら1週間を目安に内金をいただくのですが、信頼していたお客様の紹介なので、彼女からは完成まで一切お金を取りませんでした。引き渡しと同時に支払うとの約束でしたが、のぞみさんからは、いくらだっけと言われ、結局先延ばしにされてしまいましたと言います。そして渡部のぞみ名義の銀行口座から代金28万円が振り込まれたのは21年12月13日のことだったそうです。その後、佐々木さんは23年4月に第二子を出産。 A 氏と渡部夫妻が再会したのは、それから約5ヶ月後の同年9月のことだったそう。世田谷区内のイタリアンレストラン G で、佐々木さんは A 氏に、第二子が生まれたのでまたアクセサリーをお願いしますと頼んできたのだと言います。 A 氏は語ります。私はその場でピアスやペンダントなどの提案をしました。のぞみさんから、将来子供に渡すものだから予算はいくらでもいいと言われて、
彼女の希望に沿った作品を作ろうと思った。その後、他の顧客様からのオーダーを断るなど、相応の準備をして制作の予定を立てていきました。翌日、台東区の専門店でジュエリーの材料となる誕生石を購入。 A 氏は他の仕事の予定を調整し、それから1週間余りを試作に費やしてピアスのデザインを完成させました。9月30日、 A 氏は渡部夫妻と旅行先の名古屋市で落ち合い、デザイン図を提示したといいます。50万円の見積もりを伝えたところ、のぞみさんは高と一言。その後、彼女とは LINE で綿密な打ち合わせを重ねたのですが、最近バタついててなどと多忙を理由に返信が滞り、10月中旬以降は返信がなくなった。私は困り果ててしまいました。その後、渡部夫婦と再会したのは年をまたいだ今年5月20日のこと。 A 氏は世田谷区内の台湾料理店 K で渡部夫妻と向き合ったそうなのですが、佐々木さんは紹興酒を飲んで酩酊し、ジュエリーの話題を一切口にしなかったといいます。 A 氏は言います。仕方なく自分から現時点の希望を再確認し、最終的にどうなさいますかと尋ねたところ、のぞみさんは予算は40万円でお願いしますという返答でした。本来は内金を頂戴した後にデザインの制作などを行っている旨を再度説明し、5月末までの入金をお願いしました。のぞみさんはそうですよねと納得した様子だったため、無事に振り込まれるだろうと思っていました。ところが5月末の期限までに入金はなかったのだそうです。 A 氏は何度も佐々木さんに連絡を入れたのですが、6月12日に彼女から届いた LINE は次のようなものだったとか、明日と明後日仕事とかで時間なくて来週チャレンジします。その文面を見た A 氏はついに彼女を見限ったと言います。佐々木さんに対し、2023年9月時点から今日まで未払いです、時間作って早急にお支払いくださいと催促した上で、制作も含めた全てをお断りさせてくださいと絶縁を言い渡したんだとか。実は同時期、 A 氏は融資先の金融機関から虚偽と疑われる受注見込みが計上されていると指摘され、追加融資を拒否されていたのだそう。その原因となったのは他でもない佐々木さんのオーダーだと A 氏は主張しています。他の方のご依頼を断り、利益が減ったことに加え、試作のための材料費も生じていた。結局、私のホームページに記載されているキャンセルポリシーに基づき、キャンセル費用として16万円に、デザイン画の作成費用として50万円を加算し、総計66万円を請求したのです。その後、佐々木さんからは、私が全部悪いです。甘えすぎていて本当にごめん。素敵なデザインまでしていただいてたのに、と返事が。そして続けて、 A 君の気持ちも考えずに本当に辛い思いをさせてしまいました。私が全て悪いです。慌てた佐々木さんは渡部さんに助けを求めました。翌13日、彼らは66万円を A 氏に送金。渡部さんは A 氏に次のように LINE したそう。今日言われた通りのお金を振り込みました。遅くなってごめんなさい。これで全てが終われるのか、まだ遺恨が残るのか。この金銭トラブルに A 氏は、夫婦は全て自分たちの思い通りになると勘違いしている。一連の経緯は最寄りの警察署に相談しており、もう彼らとは金輪際関わりたくありません、と怒りをあらわにしていました。では一方の渡部夫妻はどう答えるのか。文春の取材に、佐々木の代理人は、佐々木氏は今年5月までという振り込み期限は設定されていないと記憶しています。また突如 A 氏が豹変し、連絡内容に強い恐怖を覚えたことから商品を受け取っておりませんが、佐々木氏から振り込みました、現在警察にも相談しておりますと答えていました。皆さんいかがでしたか。不倫スキャンダルから立ち直り、芸能界への復帰を果たした渡部さんですが、今回の金銭トラブルが再び彼の評判に影を落とす可能性があります。果たして彼らは
この困難をどのように乗り越え、再び信頼を取り戻すことができるのか、今後の展開に注目です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価も、ぜひお願いします。それでは、また。